くるの変わってない。Thank you.
走馬の入場です。第8レースはジャンプのオープン戦、中山新春ジャンプステージ3200m 戦、最後の直線はダートコースを走ります。14頭の競走です。1番西のベリオウーマ、体重が498kg、前回の競争からプラス6kg、鞍上大江原計61kg の騎乗です。2番ローマンリバー510kg マイナス2kg、鞍上南波吉安61kg、3番ジョーカーワイルド538kg プラス16kg、バンケーが60kg、4番ニューツーリズム516kg プラス16kg、小野寺雄太60kg、5番シャル君の手相路496kg プラス6kg、上野翔60kg、6番マイルマスター436kg マイナス4kg、石上君一61kg、7番玉のジメイヤ498kg プラス14kg、上野隆也58kg、8番ノーザンクリス馬体重が524kg、前回からプラス6kg、鞍上は五十嵐祐介60kg の騎乗。9番ミルクシール500kg マイナス6kg、中村雅也60kg、10番名勝高虎506kg、前回からマイナス4kg、鞍上馬沢茂樹60kg、11番グリーンフィッカー490kg、前回の競争からマイナス4kg、鞍上森一真60kg、12番ヒートバック498kg プラス12kg、サムのサム60kg、13番ノーリミッツ452kg、前回の競争からプラス6kg、鞍上深川慎也60kg、14番アルトリウス馬体重486kg、前回の競争との差はプラス10kg、鞍上二ノ島康子60kg の騎乗です。中山新春ジャンプステージ3200m を走ります。14頭によります。スタートはしばらくお待ちください。それはおいしそつけがあって、他でも大間さん見れる。中山競馬場第8レース、中山新春ジャンプステージ3200m を走ります。最後の直線はダートコースに入ります。14頭の競争です。スタンド前に行ってからのスタート、枠入りは順調。最後は水濠障害、手足障害とスタンド前に向かいかも捕まえます。枠入り終わりました。スタートしました。素晴らしいスタートになりました。そして出ている2番のオールマンリバー、まず富谷さんが高さ殺到をかわして、中から8番のオーダンクリス、最初の障害を消えました。障害とオールマンリバーまた出て、11番のフリーフィッカーも並ぶように進出して、4頭の先端それを追って、8番のオーダンクリスを逆らって続いて、石垣の障害を消えず向こう上面に向かっていきます。直線ダートコースを再び横切ります。先頭変わるか、一気に1番西のベイオルフが先頭で谷を下っていって、これから登ってきます。向こう上面に出ていくところで1馬身半のリード、2番手スーッとついていく11番のフリーフィッカー、着地失敗、息が落下しています。さあ一気に振り切ってフリーフィッカー先頭で4馬身5馬身6勝目に向かって横のダカールからダートコースに入りました。大きくリードが近づく一方です。2番手に上がってきた6番のマイルバスター、先頭を懸命に追っていますが、残り2着を切って3番手は追い込んできた10番のフィードバック、10番手は3番手に上がってくる、その後ろの先端も追い込んできてくるが、その後ろの先端も追い込んできてくる、ここで両国のフィードバックはマイルバスター1着、10番フィードバック3着、そのあとは3着を並んで、はい、
Thank you.